こんにちは、会津豪平です。今日は僕がいる会社、西山運輸機構株式会社についてお話しします。西山運輸機構は茨城県結城郡八千代町に本社を置く建設会社で、オペレーター付きクレーンリース業や運送業をメインに行っている専門工事業者です。事業拠点としては本社に加え、土浦営業所、古賀営業所、東京支店、筑波事業所の5つの営業拠点があり、その他に機材置き場として筑波機材センターと牛久機材センターがあります。1958年、農家に生まれた青年西山英二郎が1台の中古トラックを購入したことが西山運輸機構の始まりです。創業当時は市場に野菜を運ぶことが仕事でした。その後、高度経済成長による建設工事の増加とともに、運ぶものも野菜から鉄骨などの建設資材に変わりました。そして1968年に有限会社西山運送を設立し、初代社長に西山英二郎が就任しました。現在は西山運輸機構株式会社という社名に変わり、2代目社長を西山勤が務めています。地元に半世紀以上も続く企業があるなんて知らなかった。西山運輸機構の各部門を紹介していきます。まずは僕が所属している重機部門です。13トンラフテレーンクレーンから750トンクローラークレーンまで、多種多様なクレーンを合計75台所有していて、それぞれのクレーンに担当するオペレーターがいます。クレーンとオペレーターは一緒に各種現場に派遣されて、クレーン作業を請け負っています。僕も先輩たちを見習って頑張らないと。次は運輸部門です。鉄骨などの建設資材はもちろんのこと、大型クレーンの部材も運びます。超大型クレーンはそのまま運ぶことができないので、分解して大型のトラックやトレーラーで運搬します。あんな大きな車両を安全に運転するなんてかっこいいですよね。工事部門です。 PC と呼ばれるコンクリート部材の組み立て作業を得意としていて、ビルなどの建物や橋などの建設工事を請け負っています。また運輸部門が現場に輸送した大型クレーンの組み立て、解体も行っています。超大型クレーンを保有できるのも工事部門の皆さんがいるおかげなんです。最後は営業部門です。大手ゼネコン会社やプラント工事会社などのお客様から依頼を受けて、工事に合わせたクレーン配置や組み立て計画の立案と提案をしています。計画立案には CAD と呼ばれる図面作成ソフトを用いて高精度な計画を立てます。また現場管理も同時に行い、計画通りに作業が行われているかもチェックしています。西山の営業は通常の営業とは違い、技術職が濃いですね。これで会社の紹介を。ちょっと待った、先輩豪平君、大事な紹介を忘れているよ。西山運輸機構のトレードマーク、ドーベルマンマークの由来を説明しないとね。そうでしたね。このマークは一致協力した円滑な輪の中で、仕事の正確さ、俊敏性、力強さ、そして知恵を働かせて行動するドーベルマンがさらに飛躍しようと前後の足を輪から飛び立たせていることをイメージしているんだ。ありがとうございます。これらの部門一人一人の知恵と力を結集することで、今まで困難な大型プロジェクトをいくつも成功させてきました。西山運輸機構はこれからも全国のインフラ作りに挑戦していきます。西山運輸機構の原動力は社員です。楽しく豊かな生活を送るために、みんなで働く喜びを感じられる会社を目指しています。僕たちと一緒に西山運輸機構で働いてみませんか？